アンバー・ジャック。アンバー・ジャックは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の八番艦。艦名は、ニューイングランドから、ブラジル西部大西洋に生息する艦八など、ブリ族の総称にもと。アンバー・ジャックは1941年5月15日に、コネチカット州クロトンのエレクトリック・ボート社で寄港する。1942年3月6日に、 ランドール・ジェイコブス・夫人によって浸水し、艦長ジョン・エイ・ボール・ジュニア・少佐、アナポリス1928年組の指揮下1942年6月19日に収益する。アンバー・ジャックは7月20日から、コネチカット州、ニューロンドン及び、ロードアイランド州、ユーポート沖の海域で成長、訓練を行った。その後8月中旬、パナマ運河を経由して、太平洋に出航。 8月20日にハワイ州真珠湾に到着し訓練を実施した。9月3日、アンバー・ジャックは最初の紹介でビスマルク諸島及びソロモン諸島方面に向かった。2日後の9月5日にジョンストン島で給油を行った後、ミリカン省とマキンの間を通ってニューアイルランド島の北東海岸からブーゲンビル島管理のショー区に到着した。9月15日、アンバー・ジャックは ニューアイルランド島のカビエンを偵察する。3日後の9月18日にはの地点で、駆逐艦が護衛する大船団に遭遇、大型輸送船に対して、魚雷を4本を発射して1本の命中と判断される。9月19日、アンバージャックはの地点で、特設運送船白金丸、日本海運3130トン特駆艦を発見し、白金丸に向け魚雷を2本発射した。 一本が白金丸の左ュ中部に命中して大破。白金丸は駆逐艦甘切りに栄光されてショートランド諸島に到着したが、最終的には放棄されて1945年6月30日に除籍された。この選考によりアンバー・ジャックは主君部大賞を受賞した。9月25日夜にも日本関係と接触し、 駆逐艦に護衛された大型巡洋艦を発見する。しかしながら、攻撃開始前に、敵駆逐艦に発見されて、先行を強いられ、数発の爆雷が投下されたが、アンバージャックに損傷はなかった。その数日後には、タウ島、グリニッジ島、オーシャン島への偵察を行う。9月30日、アンバージャックはの地点で、青葉型巡洋艦を発見して、 魚雷を4本発射したが命中せず、戦艦に対しても2本発射したが、結果は同じであった。1週間後の10月7日、アンバー・ジャックは、カビエン郊外で、特設運送船、旧カで、千海丸、島田日記船、2103トンを発見。これに対し魚雷を2本発射した。1本は外したものの、もう1本が命中。しかし、 千回丸は沈む気配を見せず相変わらず航行を続けていたので、アンバー・ジャックはこれを追跡した。1時間後、千回丸からアンバー・ジャックに向けて発砲があったが、効果は見られなかった。さらに2時間監視を続けた後、止めの魚雷を1本発射し、その魚雷は千回丸の左辺に命中して、千回丸はついに沈没した。沈没地点はだった。アンバー・ジャックは、 船防鏡越しに、戦海丸の救命ボートが浮いているのを発見した。10月10日、なおもカビ園郊外で監視を続けていたアンバーチャックは、獲物を求めて、南方のニッセル水道から郊内に侵入。の地点で停泊していた、特設運送船、第二と南丸、日本水産、一万九千二百九トンと六千トン輸送船に、向けて、魚雷を四本発射し、 魚雷の命中を受けた第二都南丸は沈没を避けるために座礁。後に浮養して栄光され、日本に戻っていった。10月16日、アンバー・ジャックはバラストタンクの修理のためにエスピリト・サント島に向かい、10月19日に到着の後修理を実施した。その後、アンバー・ジャックは特別任務としてガダルカナル島とツラギ島に対する補給を命じられた。これより、 先の十月十三日、戦艦金剛と春名がガダルカナル島のヘンダーソン飛行場を官報射撃し、ヘンダーソン基地官報射撃、航空機の他所在の航空ガソリンも砲撃により炎上。このため、緊急に航空ガソリンを輸送する必要が生じた。一番手として、駆逐艦、メレディスや艦隊衛星などからなる小船団がガダルカナル島に向かったが、船団は途中で、 随格機に発見され、メレディスは沈没し、ビレオイカ生き残った船団は退却して、輸送は失敗した。次に輸送艦として選ばれたのが、アンバー・ジャックであった。アンバー・ジャックは9000ガロンの航空ガソリン、200個の爆弾、15名の陸軍航空隊搭乗員を搭載し、10月22日にエスピリクサントを出撃して、ガダルカナル島に急行。10月25日朝。 アンバー・ジャックは艦隊衛星の誘導を受けてガダルカナル島北岸部のルンガ岬に到着し緊急物資を揚陸。ヘンダーソン飛行場はこれで当面の活動ができるようになった。任務完了後、アンバー・ージャックはサボ島の北を回り、ブリスベンに進路を向けた。10月30日、アンバー・ジャックは57日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島。 潜水母艦に横付けして、改装を実施した。11月21日、アンバー・ジャックは2回前の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。11月27日、アンバー・ジャックはの地点で2隻の駆逐艦を発見し、艦尾発射艦から魚雷を4本発射したが、いずれも命中しなかった。攻撃後深々と先行で期待し、2時間後に浮上。 特に損害が認められなかったので、新しいショークをショートランド沖に設定し移動した。2日後の11月29日のトレジャリー諸島沖合で日本の潜水艦を発見し攻撃をしようとしたが、相手が先行して退散したので攻撃の機会は得られなかった。ショートランド沖のショークに到着したアンバージャックは12月3日にの地点でショートランドに出入りしていた。 潜水艦を発見し魚雷を4本発射したが、これも命中しなかった。12月15日の地点で輸送船団を発見し、4000トン輸送船に対して2本、小型輸送船と小型タンカーに向けてそれぞれ魚雷を1本ずつ、計4本発射したが、命中しなかった。12月19日朝、アンバージャックアの地点で大型輸送船と駆逐艦を発見して、接近を試みるが、 約4000ヤード、約3700メートルまで接近したところで3機の水蒸気を発見し攻撃諦めた。翌12月20日の前日とほぼ同じ海域で紹介中のアンバージャックは15分間隔で響く爆発音を聴取し、やがて中型輸送船と2隻の駆逐艦の姿を発見する。1隻の駆逐艦が反転してアンバージャックの方に向かってくるのが見えたため、 75メートルの震度に被体して爆雷攻撃が収まるのを待った。6発の爆雷を投じられ、船体のバルブが外れる。また、2本の潜望鏡やレーダーを支える台も破損した。アンバージャックは浮上し応急修理を施した後、ニューアイルランドと北東海面に移動して、紹介を続行した。1943年1月1日、アンバージャックはの地点で、 新しい目標を発見して攻撃しようと接近するが駆逐艦の存在はアンバー・ジャックの攻撃意図をくじかせた。1月5日、アンバー・ジャックはショクを離れてブリスベンに帰還することとした。1月11日、アンバー・ジャックは51日間の行動を終えてブリスベンに帰還した。1月24日、アンバー・ジャックは3回目の紹介で、 ソロモン諸島方面に向かった。当初は十分な休養を取ってから出撃するはずであったが、ソロモン方面の選挙区は予断を許さないものであり、12日間で休養が打ち切られた。ブリスベンを出港したアンバー・ジャックであったが、故障が発生したためブリスベンに引き返し、修理の上2日後の1月26日に再度出撃した。1月29日、テテパレ島付近で、 ショートランド島への航路を通過した後北西方面に移動。2月1日には、ブカ島の西方に位置していることを報告した。2月3日の報告では、アンバージャックは、トレジャリー諸島の南西海域で日本の潜水艦を発見し、またブカ島の沖合でスクーナーを発見し、浮上報船で撃沈したことを伝えた。アンバーージャックは、ベララベラ島、 ブカ島とショートランドを結ぶ海域に移動するよう命令を受けた。2月4日、アンバーアージャックは5000トン級輸送船と航船5本の魚雷を発射してこれを撃沈したがアーサー・シー・ビーマンが反撃の機銃装車を食らって戦死しリチャード・ジー・スターン注意が負傷したとこの紹介での2度目の報告をした。2月8日、アンバージャックは波7度30分付近 ラノンガ島の西寄りの位置に移動し、ラバウルとブカ島、ショートランド間の航路を紹介するよう命令を受けた。アンバー・ジャックからの3度目で、結果的に最後となった通信は2月14日に受信された。その内容は、2月13日夜に敵駆逐艦2隻により先行を強いられる。同じ日には、日本軍パイロット2名を救助、捕虜としたとあった。 その後は引き続き難易6度30分以北のラバウル航路の偵察を命じられた。予定ではニューハノーバー東方面に移動して紹介を行い、を通過して再びソロ門会に入るというプランであったが、その後アンバージャックからの応答はなく3月10日の提示報告も行われることはなかった。アンバージャックは1943年3月22日に 喪失が推定された。アンバージャックからの最後の通信が発信されて2日後の2月16日、水雷邸飛踊りと第18号区船艇は、コロンバンガラ島に兵員と補給物品を輸送する特設運送船の白丸、日本郵船7189トンを護衛し、ラバウルを出撃した。出港後の15時28分、船団が ニューブリテンの最東端であるセントジョージ岬沖を通過中、船団の右側約4000メートルから魚雷が4本向かってくるのを発見し、直ちに回避運動を実施して難を避けた。この際、上空を紹介していた第958航空隊所属の紹介機が敵潜水艦が魚雷を発射した位置を発見したことを受け、15時34分にの海域でこれを攻撃した。 また、15時40分には現場に急行してきた、ヒヨドリが9個の爆雷を、15時46分には、第18号区選定が6個の爆雷を投下し、これらの攻撃の結果、多量の重油と外角部分が海面に浮かんだ。16時前には、第18号区選定から再度3個の爆雷が投下された。16時20分、ヒヨドリが9名以下だと思われる。 浮遊物を回収している。これらの大筋の内容は、アメリカ側が傍受した日本側の3月25日付の報告書の内容からのものであり、この攻撃により、アンバー・ジャックは沈没したと考えられたと、3月29日作成の文書で記されている。しかし、これと前後して、グランパスがほぼ同海域で失われており、 撃沈されたのがアンバー・ジャックであると断言することは不可能である。普通ならば数々の証拠から2月16日の攻撃でアンバー・ジャックは沈んだと考えられるが仮にアンバー・ジャックがこの攻撃を乗り切ったとすればグランパスのものとされる攻撃と目撃例の行くかはアンバー・ジャックによるものであったかもしれない。なお日本側では2月24日にこの海域で 適正水管を目視したという報告があるが、これが事実となると、アンバー・ジャックかグランパスどちらかが、通説の喪失日を超えて健在だった可能性も、ゼロではない。アンバー・ジャックは、第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。3隻の船を含む、総トン数28,600トンを沈め、14,000トンに損害を与えた。 真珠湾潜水艦基地の可視艦艇用のレクリエーションセンターは本艦に乗務して2月4日の銃撃戦で戦死したアーサー c b ンにちなんで命名されている。アンバージャックの艦名は天地級潜水艦アンバージャックに継承された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。